だと思う、そうじゃないそうです。ということで今回はですね、現時点での34枚目シングル情報まとめ、はい、ということでね、こちらやっていきたいと思います。まあ昨日ね、34枚目シングルのタイトル、そしてジャケ写がね、公開されたと思うんですけれども、まあ、それは僕ね直後に動画出したんですけれども、まあ、そこではちょっとね結構急ぎな感じで、緊急的な感じでね、結構なんか喋りとかもねめちゃめちゃ早かったりとか、まあちょっと緊急的な動画になってしまったので、今回はですね、まあ現時点昨日ねその発表されたタイトルだったり、ジャケ写も含めてですね、現段階で解禁された34枚目シングルの情報っていうのを全て、一度ですねここでまとめて見ていきたいなと思います。ここからさらにねどんどん情報解禁されていくと思うので、よりね一層34枚目シングル盛り上がっていくと思いますけれども、まあ、まずはここで一旦ね現時点で、現段階で解禁されている34枚目シングルの情報をまとめていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまずは発売日ですね、一番最初は発売日から見ていきましょう、振り返っていきましょう。この34枚目シングルの発売日はですね12月6日となっております。もうね1ヶ月切ってるっていうね、感じで、まあ、今回のシングルに関してはねもうのね発売決定してから発売日までが期間が短いということでね、どんどんテンポよく情報解禁されて、もう発売っていうね感じになると思うんですけれども、発売日は2023年12月6日となっております。次はね CD のその携帯ですね、こんな感じとなってまして、まあいつも通りタイプ A からタイプ D、 そして通常版がありまして、タイプ A からタイプ D まで税込み2000円と、今回からね100円に値上げされましたよって、100円値上げされて2000円になりました。そして通常版ですね、こちら CD のみ、税込み1200円、こちらも同じく今回34枚目シングルから100円値上げされて1200円となっております。次はねこの34枚目シングルの選抜メンバーですね、選抜発表がこの間の乃木坂工事中、先日の乃木坂工事中で行われまして、この34枚目シングルの選抜メンバーが決定しまして、そのメンバーがこんな感じとなっております。もう何回ね僕の動画でこの選抜メンバー見るんだっていう感じですけれども、フォーメーションはね1列目から479の20人となってまして、初選抜はなおなお、葉月、クロミちゃん、この3人であったりだとか、まあ、テレパンが初福神だったりとか、ダブルセンターは柿作というね、この34枚目シングルの選抜になりました。次はねこの34枚目シングル発売記念個別ミーグリですね、オンラインミート&グリートの開催も決定しておりまして、今回の日程はですね全6日程こんな感じと、全6日ですね、こんな感じとなってまして、でまあ今日ですね、今日2次応募が始まって、1次応募はもう終わっていて、2次応募が始まるといった感じになってるので、応募した人は忘れずに応募しちゃってください。はい、であとはね昨日解禁された34枚目シングルのタイトルとジャケ写、改めて振り返っていきたいなと、見ていきたいなと思うんですけども、この34枚目シングルのタイトルはですねモノポリーに決定しましたよっていうことで、僕このモノポリーに決定して、まあ昨日ねモノポリーってタイトル決定したじゃないですか。なんかこのモノポリーって妙に言いたくならないですかこれ僕だけかね、なんかモノポリーって言いたくなるんだよね、モノポリーモノポリーちょっと言ってさ、言いたくなるなっていう感じなんですけどね、この今回英語のねタイトルがやってきましたよって、久々にねアクチュアリー以来ですかね、モノポリーっていうタイトルが来まして、まあこのモノポリーっていうねタイトルの意味なんですけれども、まあ独占っていう意味なのかなと思っています。ね、タイトルからちょっとどんな曲なのかなっていうのはね、独占だよ、だってこれ推しメンを独占していいよって曲ですか多分違いますね。それキモオタの独占の歌になっちゃうから、キモオタのモノポリーになっちゃうからやめてください。そうですね、ジャケ写も公開されまして、全部で、5種類ですね、タイプ A からタイプ D、 そして通常版のジャケ写全部でこんな感じということになりました。まあ、今回はですね本当にこうなんかゴージャスな感じ、まず背景がねめちゃめちゃ豪華というか、なんかすごい金のね部屋だったりとか、ライトとかもさすごかったりとか、ソファーとかもそうだし、階段とかもねなんかものすごい場所でこう撮ってるなっていう、すごいゴージャスな背景、まあ、メンバーの衣装なんかもね結構こう特徴的なというか、すごい衣装を着ていて、まあ、今回セットアップの衣装をあえてバラバラにメンバーに振り分けるっていう感じなんですけど、まあバラバラな衣装なんですけれども一体感はこうあるよっていう感じのねジャケ写になってたりだとか、あとは個人的にこのジャケ写いいなと思ったメンバーの表情ですよね。メンバーの表情がめちゃめちゃ今回こう際立っていいなっていう、特にタイプ D の表情、これはねやっぱなんかいいよね、刺さるというか、ね、僕に刺さるというかね、なんか M の人に刺さるのかなみたいな、ちょっとなんか
睨まれてる感じというかさ、ちょっと強い表情じゃないですか。なんかね、この表情もね、まあ、もちろん他のねタイプもメンバーの表情っていうところがねすごくいいなと個人的に思いますし、メンバーの足の組み方だったりとか指先まで本当に細かいところまでこのポーズというかこだわって、組み込んで、撮影されてるっていう本当にアイドルグループとしての王道感、そして、まあ、品格ですよね、がある素敵なんですねジャケットになってると思います。まだねこの34枚目シングルモノポリの特設サイトも開設されましたので、このシングルの特設サイトって今までそんななかったですよね。前回とかも前回あったね。前回なんか33枚目シングルと、まあ、夏の全国ツアー2013の両方の特設サイトみたいなあったけど、まあ、今回もねそのシングルの34枚目シングルモノポリの特設サイトっていうのができていますので、開設されていますので、まあ、最後にねそれを見て終わりたいなと思います。はい、そのね特設サイト34枚目シングルモノポリの特設サイト、こんな感じとなってまして、いいですねいいですね。34枚目シングルモノポリ2023年12月6日リリースっていうね、まあ、この、ジャケ写が5枚写ったところから始まりまして、またパッケージですね、このジャケ写、さっきも見たジャケ写が今はこんな感じになって、今それだけなんですけどね今それだけっていう感じなんですけど、まあ、ビューディティールとか見てみるとこういう、まあ、値段だったりとか、まだこれからね発表される、携帯の特典映像だったりとかも後々ねどんどんこのここに追加されていくよと、この特設サイトにね追加されていくよっていう感じだと思うので、まあ、今はこれだけって感じですけど、まあ、このね特設サイトに随時34枚目シングルの情報をどんどん追加されていくんじゃないかなと思います。では、まあ、あとはねここまで結構もう情報解禁されてきましたけども、まだ解禁されてない情報、34枚目シングルモノポリのね解禁されてない情報でいうと、まあ、ざっくりこんな感じかなと思いますね。まあ、商品概要、その兄弟曲以外の曲何があるのかっていう、まあ、アンダー曲あるだろうし、まあ、極性曲もあるのかとかね、ユニット曲なのかとか、そういう商品概要だったりとか、まあ、特典映像とかもそうだし、まあ、あと MV だったりとかね、まあ、あとは曲ですもんね、曲もまだ曲も解禁されてないっていうところなので、どういう曲なのかっていう曲解禁楽曲っていうところだったりとか、まあそういったところがねまだまだ解禁されてない、まあ解禁された情報も多いですけども、まだ解禁されてない情報もね、たくさんあるので、それがねどんどん、まあ、発売日ももう1ヶ月切ってますから、どんどんポンポンポンとね情報を解禁されていくと思うので、それをね楽しみに今後も34枚目シングルモノポリね、この発売前からねどんどん楽しんで盛り上がっていきましょう。まあ、随時ね、情報解禁され次第僕も動画公開、投稿していこうかなと、動画作っていこうかなと思っていますので、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもすべても散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がも嫌いだ。